はい、いつもお世話になっております。アンツベチャンネルです。で、今日はですね、石膏の新しいケースを作っていきます。はい、たまにはね、やっぱその普通の石膏ケースじゃなくて新しいね、デザインの石膏のケース作りたくなるんですよね。で、今日はね、こういうもうあらかじめ間仕切りが用意されてるこういうプラケースを使って縦型の石膏を作りたいと思います。もうね、あらかじめこっちにテストで1個作りました。はい、こんな感じになる予定です。はい、で、これのポイントなんですけれども、これね、まあ縦置きになって見やすいってところは一つあるんですが、もう一つはここのね、こういう風に間仕切りになっているところがすでに透明になっているので、巣をね、本当に縦横斜めからも観察しやすいっていうところがすごくいいのかなと思って、ちょっとそういうものをちょっと作ってみようと思いました。それとね、あともう一つが、このね、こっちの完成形を見ていただきたいんですけれども、ここにね、水を加水するお部屋を一つ設けてます。この上のところに一個つけてるのが味噌で、やっぱね、この縦型の石膏の飼育ケースって加湿するとどうしても下の方だけに湿気が溜まりがちなんですよね。まあ、全体的に湿気はもちろん溜まるんですけれども、どっちかって言ったら下の方がちょっとどんよりした感じになってしまいますので、できればね、上のところにも湿気をしっかりとどまらせておきたいなと思ったので、上のところに水を注入してとどめておく場所を作りました。もちろんね、ここからどんどんと裏の石膏のところが水を吸っていくので、ここにね、ずっと長時間とどまっていくことはないと思いますけれども、ちょっとだけでもそういう湿度環境が改善すればなみたいなところがありますので、まあ、そんな感じで作ってみました。ということで、今回動画ではね、こっちの新しいケースを使って改めて作り直してみようと思いますので、早速やっていきましょう。Sometimes I pretend
just above it all. But I want you lying next to me. Yeah, I want your body, body, body too. Yeah, body too. And baby, please don't think I'll run away from you. It's just sometimes I get scared to dive into it. I want you lying next to me. Yeah, I want your body, body, your body too. Yeah, body too. はい、ということでほぼ完成しました。まあ、今まだ完全に中の石膏が固まってないので、中湿気で水蒸気でもうほんと曇っちゃってますけれども、まあ、これをねこの状態で乾燥させていきます。で本当はねこの蓋を外すことができれば一番石膏乾燥するの手っ取り早いんですけれども、ちょっとね外すと石膏がねちょっと取れちゃう可能性が高そうなので、今回はこのまま乾燥させます。
ちょっとね、通気の穴がね、数がめちゃくちゃ少ないので、乾燥まで結構時間がかかりそうなんですけれども、まあ、そっちの方が確実かなと思いますので、はい、やっていきます。はい、ということで一応巣もね、完成しましたね。で、あれからですね、もう1、2ヶ月、いやもっとですね、3ヶ月くらいもう放置しっぱなしにしてたんですけれども、もう完全にカラカラに乾燥して、で、もう完全に使える状態になりました。まあ、ですのでね、まあ、この2つ作ったんですけれども、ちょっとまだアリを入れてませんので、入れる前にですね、ちょっとあの加湿がですね、しっかりできるかどうかっていうところを見ていきましょうか。はい。で、ちょっとね、詳しく先に見てみましょうか。まあ、こんな感じな形状になってまして、まあね、ここにしっかりとあのチューブをね、差し込む穴がありますので、まあ、拡張性はすごいしっかりあって、まあ、こちらの両方ともありますけれども、まあ、それと、あとはですね、ケース自体にもう仕切りがあるケースを使いましたので、ここのね、こういう風に区切られているところがそれぞれもうアリの巣になっていくようなイメージですね。で、ここの区切られているところは全て穴を開けているので、通るようにはなってます。で、その中で唯一、ここの一番端っこのところだけ、あの通り道を作らなかったので、独立している場所になります。なので、ここのところにですね、水を注入するような形になりますね。はい。じゃあ早速ね、ここに今、あの水を注入する穴を作ってますので、あのこのシリンジで水を入れていきましょう。よいしょ。こんな感じですね。どうでしょうか？見えるかな？見えますね。ここにね、しっかり水が溜まってくれてるのがわかると思います。ここの裏側が石膏になってますので、石膏にね、時間をかけて水が染み込んでいくような、まあ、そういう構造になってますので、いきなりね、下に流れ落ちることがないんですよね。なので、一定期間上のところも湿気を保ちつつ、徐々に徐々に湿気が下がっていくっていうような、そういう設計になってるので、あのお部屋が全体的に加湿されやすいような、まあ、そんな感じになってます。あとはね、あのまあ、ここすぐに水なくなっちゃいますけれども、一定期間だけは目で見てね、あの湿気があるかないかっていうのがこれで視覚的に分かるっていうところもすごく面白い点なんじゃないかなと思います。まあ、インテリアとしても全然いいかなと思います。ということでね、まあ、一応今回はこれで作成は完了になりますけれども、次はね、これ入れようと思います。実際にアリをですね。ちょっともうアリがね、結構もう満タンになってるアリがたくさんいますので、もうね、早くそのアリのケースを使いたくてしょうがないんですよ。まあ、他にもいろいろ作ってるものはあるんですけれども、作りっぱなしでね、完成までいってるのが本当にわずかで、ちょっと本当に大変な状態なので、まあ、これは早速、すぐにでも使っていこうと思います。で、またそのね、引っ越しの様子だったりとかっていうのは、まあ、動画撮れれば公開できればと思いますので楽しみにしていてください。はい、ということで今回はですね、こんな感じの透明の石膏のケース、縦型で水をね、上のところから注入ができる、まあ、そんな斬新なスタイルの石膏巣をご紹介させていただきました。はい、ということで今回はご視聴ありがとうございました。はい、失礼いたします。